バルト連邦大学歴史、経済学部建物バルト連邦大学付近のイマヌエルカントの像バルト連邦大学はバルト海に面して第二次世界大戦後はロシアに所属するカリーニングラードにある連邦大学である。バルト連邦大学はもともとカリーニングラードが東プロイセンのケーニヒスベルクと呼ばれたところにあったアルベルトゥス大学ケーニヒスベルクで プロイセンコーアルブレヒトによって1544年に第2校目のプロテスタントアカデミーとして創立されて通称ケーニヒスベルク大学と呼ばれた第二次世界大戦後カリーニングラードはロシアに所属することになり1967-2005年にはカリーニングラード国立大学と呼ばれた2005年のケニヒスベルグの設立750年の際に ウラジーミル・プーチン大統領とゲアハルト、シュレーダー首相が、イマヌエル・カントの名を取って、イマヌエル・カント記念ロシア国立大学とする発表を行った。同年、自然科学及び人文科学の12学部があり、学部、大学院の教授陣は580名、生徒数は12,800人で、ドイツ伝統の教育方式も尊重されている。2010から2011に、 連邦大学となり、リマヌエル・カント記念バルト連邦大学と呼ばれるようになった。ロシアの大学の研究レベルを世界並みに上げる目的の5から100プロジェクトには、連邦大学で、ウラル連邦大学、シベリア連邦大学ともにも指定されている。ありがとうございます。